皆さんこんにちは。Bレジェンド管理栄養士のぬのめです。今日は、グルタミンについてお話をしたいと思います。よろしくお願いします。まずグルタミンなんですけれども、まあ、Bレジェンドでもですね、まあ、グルタミンというあのこちらの商品出しているんですが、まあ、どんなものかと言いますと、アミノ酸になります。で、私たちの体内に最も多く含まれている、アミノ酸が、まあ、グルタミンと言われています。でよくね、グルタミン酸と、グルタミンとちょっと混同する方いらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ、グルタミン酸というのはうまみ成分ですね。昆布とかから、取れるうまみ成分が、まあ、グルタミン酸でして、でこのグルタミンというのはですね、まあ、そのグルタミン酸と、まあ、アンモニアからですね、体内で、まあ、整合成されてできるのが、グルタミンになっています。でよくですね、まあ、血液検査とかでですね、採血とかで、この血中のグルタミン濃度が、低下していると、まあ、ちょっとトレーニングのしすぎ、オーバートレーニングの、まあ、指標として、見られることもあるような、そういう成分になっています。で、まあ、私たちの体の中で、まあ、どのような役割があるかといいますと、まずよく言われるのがですね、免疫力を、まあ、高めるというふうに言われています。細菌を、まあ、腸の外に、まあ、排出してくれる、そのことによって、まあ、腸内環境も、まあ、整ったりですとかというところが、まあ、免疫力、アップにつながったりですとか、ね、マラソンした後に、グルタミンを、まあ、取ってる選手と取ってない選手とで、まあ、比較した時に、グルタミンを、取ってる選手の方が、まあ、その後感染症にかかる、確率が低かったというような、データも、報告されています。そしてですね、もう一つはですね、グリコーゲンの、合成材料になったりですとか、タンパク質の合成を促進する作用が、期待されているのが、グルタミンになります。ですので、まあ、トレーニングの方とかですと、まあ、結構その免疫力を、ね、高めるためにですとか、まあ、腸の、エネルギーになるというような、ことも言われているので、まあ、そういったことを、期待して、取られている方もいるかと思います。なので、まあ、激しいトレーニング、をされた後に、まあ、リカバリーといいますか、まあ、体調を整えるため、ですとか、まあね、大会前とかそういう、体調崩したくないという時には、ぜひですね、練習の後、ハードな練習の後には、グルタミンを取っていただくと、体調を整えやすく、なるかと思いますので、ぜひ、そういった方は使ってみていただければと思います。では今日は、グルタミンについての、お話でした。どうもありがとうございました。